皆さんこんにちは。めっちゃ久しぶりですね。今日お肉だらけなんですけど、これ肉肉肉肉ひたすらお肉。これ沖縄のジャッキーステーキさんで今お取り寄せ、8月31日まで送料無料っていうのやってたので注文してみました。初めて食べるんですよね、ジャッキーさんのステーキ。これがテンダーロインステーキ、ジャッキーさんの一押しのステーキですね。こちらがニューヨークステーキ、おっきい。一人一枚分ずつ一応あるんですけど、これ一人で両方食べる？どうしようかな。奥様、これ一人で両方食べる？私今大丈夫ですよね。はぁ、一人で両方、半分ずつにしね。じゃあそうします。うん、じゃあ今日はこれを一人半分ずつということで、うん、バーベキューセットも買ったんですよ。これが牛ヒレ串ね、牛ヒレ串、牛ヒレ串と鶏肉のもも肉ですね。牛のロース串です。ハンバーグ串がある。じゃあハンバーグ串と牛ロースとテンダーロインとニューヨークにする。今日ちょっと贅沢だけど、そうしましょう。先についてきた中身食べちゃいましたけど、ちょっと紹介していきます。まずはスパイシーステーキの豆菓子。えいえい、我慢できなくて食べちゃってました。うん、やっぱり美味しい。ビールに最高。続いて、おうちでジャッキー。マイナス35度で瞬間冷凍しておりますということですね。美味しそう。今回購入したのは上等ステーキセット1セットに、あとテンダーロインステーキとニューヨークステーキを1枚ずつ追加、あとバーベキュー串4本セットですね。こちら今回購入しました。ちょっと面白いものついてきたんですよ。サービスチケット有効期限なし。タコス3個か、チーズバーガー1個か、ソフトドリンク2杯、好きなものを選べるみたいです。これ嬉しいね。まだ私本当のお店に行ったことないので、行くときはこれ持ってきます。そしてこちらが焼き方とか書いてますね。今回注文したテンダーロインとニューヨークステーキ、あと解凍の方法とか焼き方とか全部書いてるので、この通り作っていきます。やっぱりコロナ影響ですからね。沖縄に行きやすくなったらお店にも食べにいらしてください。お待ちしておりますってことなんで行きます。このチラシちょっとね、ここなんか2枚折ってくっつけてるんですよ。こういう手作り感っぽいのもちょっといいと思いませんか。あとおしぼり2枚とステッカー大小です。どこに貼ろう、貼る場所ねえぞ。うんうん、お肉もだいぶ解凍されたようなので、お水を捨てて常温で20分放置します。鉄のフライパンは煙が出るくらいまで熱しますが、テフロン加工されたフライパンなどは熱せず最初から中火で焼いてくださいということなので、牛脂ちゃんがちょっと溶けたらね、早速焼いちゃいます。その後しばらくお肉寝かせてくださいっていう、休ませてくださいっていうことなんで、ちょっと食べるまで時間かかっちゃう。こうなかなかじらすよね、こうじらしまくり。まずはニューヨーク、お店イチオシのテンダーロイン。沖縄に行ったらお店でこれを食べるぞ。中火中火。ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て。表になる面を、あ、まあ、いったしょうがない。
表になる面を2分ぐらいって書いてたんで、あんまりちょっと表どっちにするかとか考えないで入れちゃったけど、まあ先に着地した方が表っていうことでいきましょう。2分ね。焼いた時間と同じ分だけお肉を休ませるので、その間に付け合わせを用意します。なんだこの絵になる、めちゃめちゃうまそうなんですけど、表になる方を2分焼いて、裏の方を1分、ちょっとレアっぽくしたかったんで焼きました。そしてアルミホイルで包んで、お肉休憩中、合計3分焼いたので3分お休みです。その間に付け合わせを作る。こちらピカールの、これなんだろう、ピカールの野菜ガレットをどうしようかな、フライパンでやろうかな、レンジでやろうかな、レンジの方が早いからレンジでチンします。すっかり忘れてましたが、こちらもありました。こちらも焼いちゃいますよ。見て見て、この肉肉しさ、超美味しそうでしょ。ちょっと見て、このニューヨークの美味しそうなこと。見て、この焼き加減、最高。柔らかい、これ。この串がね、こうワイルドに来るわけですよ。出来上がり、ちょっとうまそう、これ何物。もしかしたらつくねがまだちょっとね、レアかもしれないけど、その時は各自好みでやるということで。今日はね、せっかくだからいつもよりいいワインを開けます。これがピニャポマルグランレゼルバとかいう、あんまりよくわかんないんですけど、あのスペインでちょっといい感じのワイン、ポマールですね。グランレゼルバ、これ買ったのがね、私が買ったのが2012年5月、恐ろしく昔、約10年前。ヴィンテージがこちら1985年、まあ私生まれてましたけど、別にバースデーワインでも何でもないんですけど、今日は誕生日でもないんですけど、これ以上寝かせといてももうしょうがないんで、古酒ですね、いわゆる古酒、開けてみましょう。これ買った当時で7200円です。このメーカーかな、メーカーっていうの、もともとあんまりそんな恐ろしく高いブランドではないので、まあ、比較的庶民向けなんですよね。庶民向けの1985年、どんな感じか楽しみざましょ。無事にコルク開いてね。切れるんだよね、これ古いと。うまく抜けそうなので、よいしょ、あ、切れる。ちょっと待てよ、出まし、線抜けません。残ったコルクをね、なんとかして引き出す、頑張る。よいしょ、ダメかな、あ、ちょっとボロになったけどいい感じだな。やっと開きましたので、これを、おー、いい色、古酒っぽい色ですな。まずはワインから。枯れてる。そんな恐ろしく枯れてるわけじゃないけど。さすが古酒っていう味だね。ではですね、早速ステーキちゃんをいきます。まずは、テンダーロイン。いただきまーす。いただきます。鉄板じゃないからやっぱり冷めるの早いじゃん。あと焼いた後にやっぱり休ませた時間があるからね。お店で熱々で食べたいけど、これ十分美味しい。ソースがこれまた美味しい。ソースが美味しいよ。お肉はもちろん美味しいけど。
焼き加減ちょうどいいね、こっちニューヨーク。柔らかくて美味しい。ただやっぱりこれ熱々だったらもっと美味しいだろうな、うん、どこどこどこ。やっぱこれ鉄板じゃないよ、皿だから、うん、あと焼いた後、やつね、休ませてるから、うん、これはモモだったっけな。食べてみます、バーベキュー串、うん、美味しいな、うんうん。このお肉もね、すごい処理がちゃんとされてる。あの筋張ったところとか一切ない、うん、食べてて嫌な感じがする場所が全くない。これはやっぱり現地で熱々を食べると美味しいんだよ。ステーキの鉄板持ってるうちあるじゃない、うん、うちないけど、あの石の上で石焼きビーマじゃないけど焼いてそのまま寝かせてってやると多分また違うと思う。ソース美味しい。つくねさん、ちょっとね焼きが甘かったかもしれないけど、行ってみますね。全然焼きが甘くなかった。いい。うん、おいしい。ハンバーグだった。ハンバーグ美味しい。うん、おいしい。つくねって、つくねなんていう名前らしいもんじゃなくて、これはね、ハンバーグ、ハンバーグ。ちょっと沖縄に行ったらお店で絶対食べます、本当に、うん、ただこのね、テンダーロインとニューヨークどっちも美味しいのよね、両方食べないと。で、ハンバーグもこのつくね、うん、私食べちゃったんだけど、そのつくねがね、意外と美味しかったからね、ハンバーグも食べたいなと思ってね、ちょっと今何食べたらいいかすげえ迷う。だから言ってるでしょ、腹がはち切るだけ食べてきて。いや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 、8月31日までこれお取り寄せの送料無料だったんで、まあもしかしたら延長されるかもしれない、そこは分からないけど、まあ送料いくらかかるか分かんないけど、沖縄行きたいけどなかなか行けないとか、沖縄からだから結構高いと思うよ、送料、うん、早く今のうちに注文して食べるのおすすめです。あとね、ジャッキーステーキ行きたいけど、ツアーとかで参加するときってそういうの食べに行けないじゃないですか。ツアーで行くといけない。フリーだったらいけるけど、あとフリーで行ってもスケジュール満杯で行く暇がない、他の店も食べに行きたいから食べに行けないみたいな人もいると思うので、お取り寄せ今がチャンスです。ぜひ食べてみてください。結構っていうかかなりおすすめです。